セセンンン、ンゲリンチンセンゲリンチン、センゲリンチン同地4年4月24日は、真の軍人、モンゴル族。センゲとは、チベット語で、シシリンチンとは、チベット語で、宝を意味する。内モンゴルのホルチン左翼後期の人、ボルジギン氏で、猛虎生計によると、チンギスカンの自チョ地カサルの26代の子孫に、当たるという、元は、一族の中でも、 暴流の出身であったが、同校5年に基調である。作徳を覚めきおのみが、男子のいないまま没すると、一族の中で、起用、起票両方に優れたセンゲリンチンが養子に迎えられ、ホルチン軍王を継ぐ。養父は、家境帝の御子である将、慶は広子公子を引としていたことから、宮廷の信任が厚く、その後継者であるセンゲリンチンに対しても特別な、待遇が与えられ、 同校14年には、午前大臣の位を授けられている。皆、豊三3年、天津南港で、太平天国の北伐軍を撃破した。皆、豊五5年、山東省の氷判遁で、太平天国の李海薫軍を全滅させ、李海薫を捕らえた。同年には親王に封ぜられている。皆豊七7年、アロー戦争が勃発すると、天津防衛の金佐大臣に任命され、 皆、豊九年には、王子放題の戦いで、イギリス・フランス連合軍を破った。しかし、翌十年に、天津が陥落し、彼が率いるモンゴル騎兵軍は、通州に撤退した。しかも、通州の八里橋の戦いで、英仏連合軍に惨敗し、モンゴル騎兵軍は全滅。これにより英仏連合軍は、北京に侵攻し、延命園が破壊された。敗北の責任を問われ、 センゲリンチンは、釈位を失ったが、金佐大臣の職には止まり、アロー戦争が終結すると、釈位も回復した。同年9月、直霊省、三東省一帯で年軍が放棄すると相当に当たり、三東省、河南省、安紀省を転戦した。翌11年に皆豊か帝が崩御、同地帝の聖母聖太公らが、親友政変を起こすとこれを指示した。 同治2年に木地川州を攻略して、年軍の狩猟馬り落行を打ち取ったが、老いの町高州らが再起したため引き続き、年軍討伐に当たった。千下林鎮軍は、苗、廃林軍、劉徳土菅率いる信和団、総次法率いる文献卿、栄清氏率いる白蓮卿を壊滅させるなど、新朝の精鋭部隊であり彼自身も、長子を愛する人物であったが、 軍機には厳しく些細なことで提徳を無知で打ち、役人に無理やり接待された実の息子を処刑しようと、したが、諸将の取りなしによって、漏役刑に減刑したという。また、敵軍を徹底的に追い詰めて容赦なく殺害したため、敵軍は民衆から略奪する間もなく、逃げ回り、一方の自軍も疲弊するありさまであり、新司列伝によれば、同治4年4月29日には、 兵の疲労を理由に撤退を命じる上悟が出されるほどであったと記されている。だが、命令は、遅く5日前の24日、三島省総集に佐県の功労祭の戦いで、長高志勇、任柱、大文光率いる年軍に包囲され、千下林鎮は、戦死、部隊も全滅した。同地帝と西大公はこれを深く悲しみ、西部を3日間停止し、ただしの死亡を送った。また、 皆豊かみの病に合わせて祭り、千下林鎮ゆかりの土地すべてに、中心のお病を建てるように命じた。内外の敵に対して、常に、決死の覚悟で戦った彼の死は、アヘン戦争以後常に、国家存亡の危機にあった清朝にとっては打撃と考えられ、清朝や、これを支持する人々は彼を神として祀って、第二の千下林鎮の到来を期待した。林憲にて、 中心農病の碑文を作成した、流青元は彼を、関羽、学費と並ぶ名称であると記している。仙下林人の死後、新朝の軍権は、満州人、モンゴル人の八期から、漢人の祖国藩、李光将らが組織した、将軍、Y 軍のもとに返すことになった。青年に関しては、没後に、数将が書いた、災難中心農病碑25歳で、 ホルジン王位を継いだと記されていることによる。だが、同飛文には、王位継承時にすでに没していたはずの将、慶は広公衆の意向で、後継者に選ばれたと記されており、肝心の王位継承に関する事情に、誤りがある以上、この少年を、直ちに信用することはできないという考え方もある。説福なり、歌手か水心中心老指示略。皆、豊か以来更新別でにや、 中高小水別伝初衆の確か水心中心のお像確林、水心別殿にも同様の記述が見られる。雪福なりによれば、この前日、千下林鎮は疲労から深酒をして冷水し、敵軍の方位に気づかなかった。彼は深く恥じって、部下を逃がすために自ら結露を開こうとして、敵の矛に刺されて落馬したという、ありがとうございます。